鹿島アントラーズニュース。2022年10月3週鹿ニュース第22回目です。今週の鹿島のニュースを見ていきましょう。今後も週刊で鹿島ニュースを配信していきますので、ぜひチャンネル登録を。はじめに、当チャンネルの登録者数が2600名を突破いたしました。2700名も間近。今後も動画投稿頑張っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の目次はこちら。好きなところから見てね。試合結果確認。 J1 リーグ第32節10月8日土曜日14時キックオフ、ヤマハスタジアム。試合開始前半10分、エレケのポストプレイからの樋口優太のびっくりミドル、スーパーゴールでしたね。これは今回こそ勝利と思ってしまったのが原因かと思うほどの守備陣崩壊。前半30分過ぎからの前半終了までの20分で3失点。最下位の岩田にディフェンダーが引き裂かれました。あ、またか、最下位にも負けてしまうのかと思っておりましたが、後半開始早々エレケの加入後初ゴールをゲット。後半はずっと圧倒しておりましたが、なかなかゴールが奪えず、最後の最後に広瀬陸斗の魂のクロスからのアディショナルタイム同点ゴール男になりつつあるエブエラウドのゴール。なんとか同点で試合を終えることができたという試合でした。岩田さんにとっては痛い引き分けになってしまったかな。ニュース。土井翔馬選手怪我で離脱。キャプテンの土井翔馬選手が左股関節内転筋損傷で離脱。今年は皆怪我で離脱が多い。荒木、松村含め、来年は怪我のなくフルシーズン戦っておくれ。チーム状況。J リーグ。32戦、12勝8敗12引き分け。久しぶりに試合数が揃い、FC 東京に抜かれて6位となっております。下位の清水、岩田のみ1試合未勝か、まだ6位にいるのが不思議です。上田綺世移籍以来2勝しかしておりません。来年もこの勢いだと、降格争いも覚悟しなければいけません。明るい話題が皆無な状態。勝利を、ルブアンカップ。プレイオフステージ敗退で、今年のルブアン奪還は、ございません。来年に期待、天皇杯。準決勝で敗退。絶望の敗退です。今週の日曜日何しようかなと、思う敗戦。天皇杯の決勝は皆さん見ますか？私はメンタル的に見られないかな。スケジュール。今シーズンは残り2試合。10月の末にアウェイの清水エスパルス戦。11月5日ホームの最終戦、ガンバ大阪戦。どちらも降格争いをしているチームとの対戦となり、かなり難しい試合になると予想。相手はがむしゃらに勝利を求めてくるのに対し、鹿島アントラーズはタイトル獲得の可能性がゼロになり、来シーズンへ向けての試合となります。久しぶりの勝利を待ってるぜ、終わりに。鹿サポの方々にとってハウエダーや成績以降の8月9月10月と明るい話題がないですね。試合終わりに下を向いた選手を見るのは辛いです。勝利を、早く勝利を。鹿島の選手、監督と同様にサポーターも勝利を渇望しております。では、今週はここまで。来週またお会いしましょう。高評価、チャンネル登録をお忘れのないようにね。